日本大阪府大阪市淀川区、西中島西中島は、大阪府大阪市淀川区の町名。現行行政地名は、西中島1丁目から、西中島7丁目。新大阪駅及び同駅南側を含む地域である。本校では、町名の由来となった、かつての西成郡西中島町についても述べる。北は宮原、東は、東中島、西淡路。 国島、南は豊崎、西は、北は東に囲まれた地域である。町名は、大阪市編入以前の西成群西中島町に由来する。中島の地名は、神崎川と大川に挟まれた地域を指し、このうち中津川以南を南中島、同意北の上流側を上中島、下流側を下中島と称した。当地域は、下中島の西南部に位置する。 大日本特農家名館によれば、西中島村の特農家は、石原亀太郎、小中栄さん、石原信太郎、行司雲藤平、今田和尾などがいた。本社を置く企業日清食品グループ、大阪本社事業所2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。2019年9月30日現在の世帯数と人口は、 以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に、淀川区にある以下の通学区域に隣接する校区に、ある小学校、中学校から選択することも可能。 地域の路線バスは大阪シティバスの運行エリアになる。また、新大阪駅には高速バスやリムジンバス、大阪国際空港へ向かう阪急バスも発着している。西中島町に関するカテゴリー。ありがとうございます。